にある雑誌全部クリスマス特集だよ。わー、表紙のイルミネーションがとっても綺麗です。街でもクリスマスの飾り付けが始まっているわよね。そうですね、事務所もそろそろクリスマス仕様になるそうですよ。昨日スタッフさんが言ってました。クリスマスの飾り付けか、今年はお姉ちゃんと一緒にできるかな。私は毎年妹と飾り付けしてるよ。今年はどんな風にしようかな。あやさん、クリスマスリースを作ってみるのはいかがでしょう。フィンランドにいた頃は毎年家族で作っていたんです。そうなのね、フィンランドのクリスマスってとても本格的なんでしょうね。本格的というかどうかは分かりませんが、一度皆さんにフィンランドのクリスマスをお見せしたいです。おお、フィンランドのクリスマスって面白そう。なってきた。事務所の飾り付けだけどさ、フィンランドのクリスマスっぽくしようよ。うわー、それ楽しそう。やりたいやりたい。そこでクリスマスパーティーもしたいな。いいですね、北欧風のクリスマスなんて初めてです。イブちゃん、フィンランド流のクリスマスいろいろ教えてくれるかしら。はい、お任せください。イブさん、早速ですがフィンランドではどんなことから始めるんですか。まずは飾り付けなどを買いにクリスマスマーケットに行きます。クリスマスマーケット？クリスマスのための雑貨やパーティーのための食材などが売っているんです。そういえば近くの公園で似たようなイベントがやっていた気がするわ。あ、なってきた。みんなで行ってみようよ。賛成。なんかテンション上がってきちゃったよ。楽しいパーティーになりそうですね。